待たせしました。待ちくたびれたよ。次の予定に間に合わないじゃないか。あれ、これ頼んだのと違うんだけど。お客様、カエルの欲張りランチを注文されたかと思うのですが。だから違うと言ってるだろ。私が間違えたとでも言うのか。もう時間がないからいいよ、失礼する。そんな、お客様。あの前釣り線の間違いがあった時、もう一回問題を起こしたらクビだと言ったはずだ。しかしお客様の方が。どうせいつも素直に謝れないんだ。お客様にまで反論するなんて。君は飲食店に向いてない。やめてもらうよ。それは解雇ということでしょうか。そういうことになる。そんな。千代田さんは仕事上のミスが原因で解雇を言い渡されてしまいました。しかし解雇に納得していないようです。このドラマのように労働関係のトラブルが発生した時、その解決のために裁判所の手続きを利用できることをご存知でしょうか。裁判所で利用できる手続きには様々なものがありますが、ここではその中の労働審判手続きについてご説明します。労働審判手続きとは、働く人とその雇い主との間に起きた労働関係に関するトラブルを解決するための手続きです。例えば、解雇や給料の未払いなどのトラブルを解決するために広く利用されています。労働審判手続きには大きく3つの特徴があります。第1に専門性です。労働審判手続きは労働審判官1名と労働審判員2名で構成された労働審判委員会が行います。労働審判官は裁判官が務めます。労働審判員は労働関係について詳しい知識と豊富な経験を持つ人の中から選ばれます。労働関係の専門家として知識と経験を生かしつつ、中立・公正な立場で審理や判断に加わります。このように労働関係の専門家が関わり、裁判官と一緒に審理や判断をすることが特徴の一つとなっています。第2に迅速性です。労働審判手続きは原則として3巻以内に審理を終えることになっているため、迅速な解決が期待できます。実際に多くの事件が申し立てから3ヶ月以内に終了しています。第3に柔軟性です。労働審判委員会はお互いの言い分や証拠などを確認すると、まず調停という話し合いによる解決を試みます。話し合いがまとまると手続きは終了し、話し合いがまとまらない場合は審判と呼ばれる判断を示します。調停でも審判でもトラブルの実情に沿って柔軟に解決できる仕組みになっています。このように労働審判手続きは専門性、迅速性、柔軟性という3つの特徴を備えています。それでは実際にどのように手続きを進めるのか、千代田さんのケースを見ていきましょう。今日どうなされました？解雇に納得できなかった千代田さんは弁護士に相談しました。その中で当事者同士の話し合いから裁判所での訴訟までいろいろな手段があるという説明を受けます。千代田さんは労働関係に詳しい専門家にも関与してもらって話し合いで迅速に解決したいと考え、裁判所の労働審判手続きを利用することにしました。
労働審判手続きを利用するためには裁判所に申立書を提出します。申立書には申立の趣旨や理由などを記載し、その裏付けとなる証拠書類を添付することが必要です。そこで千代田さんの弁護士は解雇の無効と給料の支払いなどを求める申立書を作成し、証拠書類とともに裁判所に提出しました。申し立てた人を申し立て人、申し立てられた人を相手方といいます。まもなく1回目の審理の日が決まり、千代田さんと相手方に通知されました。相手方も弁護士に依頼し、反論などを記載した答弁書とその裏付けとなる証拠書類を裁判所に提出しました。1回目の審理の期日が来ました。それでは第1回労働審判期日を始めます。私は本件を担当する労働審判官の京本です。こちらのお二人は労働審判員です。この3人で本件を担当する労働審判手続きは、労働審判官と2名の労働審判員からなる労働審判委員会が行います。申し立て人側は千代田さん、千代田さんの代理人の弁護士、相手方側は雇い主であるレストランカエルノの店長、相手方の代理人の弁護士が出席しました。非公開で行われるため、一般の傍聴人に話を聞かれることはありません。労働審判委員会は申立人と相手方からそれぞれ言い分を聞いて、争いになっている点を整理し、裏付けとなる証拠を確認します。では解雇の理由について伺います。まず相手方からは、申立人はミスが多かったということが主張されているのですが、具体的にはどのようなことがあったのですか？はい、まず驚いたのは採用して数日後のことだったのですが、千代田さんが予約を受けておきながら違う日付で予約を入れ、予約客が来た時には席がないという事態が発生しました。この時のお客様はよくうちを使ってくれている老人フーズの社長で、オープン以来懇意にしている方でしたので、顔面蒼白になったことを覚えています。相手方はお客さんに対するあなたの態度が良くなかったと主張しているのですが、それに対するあなたのお考えはどうですか？お客様をお待たせしてしまったことは事実でしたし、違うと言われたら謝っておけばよかったのかもしれないとは思いますが、解雇されるほど問題のある行動だったとは思いません。労働審判委員会は、話し合いによる解決の見込みがあるときは、まず調停という話し合いの手続きを行います。調停で話し合いがまとまると、その内容を裁判所が書面にまとめ、手続きは終了します。調停でまとまった内容には判決と同じ効力があります。その内容によっては強制執行を申し立てることもできるようになります。話し合いがまとまらない場合は、労働審判委員会が審理の結果などを踏まえてトラブルの実情に応じた判断を示します。これを審判と言います。審判に対し2週間以内に異議の申し立てがなければ審判は確定します。確定した審判には判決と同じ効力があり、その内容によっては強制執行を申し立てることもできるようになります。一方、2週間以内に異議の申し立てがされれば、審判は効力を失い、訴訟手続きに移行します。このほか、トラブルの解決に労働審判手続きが適していないと認められるときは、労働審判委員会が事件を終了させることもあります。この場合も、トラブルの解決は訴訟手続きに移行します。
千代田さんのケースを見てみましょう。1回目の期日では話し合いがまとまりませんでしたが、2回目の期日でまとまり、調停が成立したようです。本件では千代田さんと相手方双方の希望が一致し、千代田さんが相手方からお金を受け取って退職することになったようです。それではこれで調停を成立させることとし、本件期日を終了します。解雇された時は不安で毎日泣きながら暮らしていましたが、これで前に進めそうです。ありがとうございました。私としても勉強になりました。お世話になりました。いかがでしたか？労働審判手続きについてご理解いただけたでしょうか？労働審判手続きでトラブルを迅速に解決するためには、当事者が早い段階で十分な主張・立証を行うことがとても大切です。手続きを利用するときは、必要に応じて法律の専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。また雇用関係のトラブルを解決するための手続きとしては、簡易裁判所で行われる民事調停手続きや、地方裁判所で行われる民事訴訟の手続きなどもあります。それぞれの手続きの概要や特徴については、裁判所のウェブサイトや各種リーフレットに記載されています。トラブルの内容に合った手続きを選び、解決に役立てていただきたいと思います。